京成電鉄の青電は京成電鉄において自社線内のみで運用される鉄道車両で第二次世界大戦終了後に緑の濃淡の組み合わせ塗装を施した車両のことでマンセル値はダークグリーンが8バイト G3 0.5ライトグリーンが 2.5G7 1.5である創業期より終戦まで京成電鉄に所属する車両の塗装は 茶色や緑に白帯などが存在していた。戦後になると1946年のモハ220型や1948年のモハ600型などでは、水色単色、特急用整備を受けたクハ1500型などは、青の濃淡による塗装を施されていた。1952年に登場したクハ2000系の大枠流用、車体申請者、 2017.2018から緑の濃淡の塗装で竣工した。続くクハ2100型にも引き継がれている。この塗装が後に青電と利用客からも呼ばれるようになった。なお、これ以前に製造された車両についても基本的に青電塗装に塗装変更された。この塗装は初代3000型まで採用され、これ以降に製造された車両は 都営地下鉄浅草線乗り入れ用であることを示す赤電塗装で現れた。初代3000型は1960年より1961年までに赤電塗装に変更された。したがって青電塗装の車両は旧性能のものが多く、1960年代より1970年代にかけて順次神経性電鉄へ移籍したり廃車されたりし、210。 K および2000.2100型は1980年頃の京成一般車の塗装簡略化の際に新赤電塗装に塗り替えられた。最後の青電は1982年3月廃車のモハ704区波2203行商専用列車編成であった。その後、全室の210 k および2000.2100型は 1988年のさよなら運転で青デント層を復活させた。さらに後年の1997年には1978年に神経性に譲渡されて1990年まで使用されていた200系の一両が形成に買い戻され、形成当時の車体に復元後に青デント層を施されて生体保存されている。なお、神経性へ。 形成から譲渡された車両は、この青電塗装のまま運行されていたものも存在したが、後年に、ほとんどの車両が、同社独自の神経成マルーンとキャンディピンクの塗装となった。また、長子電気鉄道の旅客用車両も1972年に、デハ501の入線をきっかけに、ベージュとローズピンクに、塗色変更される以前は、塗料の融通を受けていた関係から、 形成青電色となっていた。2009年には100周年の目玉として、青電色を身にまとったことのなかった3300型が青電色に塗り替えられ、同年6月30日から2013年2月18日まで運用された。これは当該となった3356編成の廃車に伴うものである。窓周りのライトグリーン塗装は時代によりわずかに異なり、 1950年代は薄い緑、1960年代前半から中頃まではややスカイブルーを混ぜたようなもの、1960年代後半以降はカーキ色に近いものとなった。200系保存車両や3300系の復活塗装車両の窓周りの色は1950年代の青電製定当時の色である。保存されている青電、200系。 創立100周年記念として3300型で再現されたお電塗装。ありがとうございます。